どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、私ねコロナに感染いたしましたっていうね動画を出させていただいたと思うんですけども、今回ですね、まあ無事私ねコロナ完治いたしまして、本日2月の14日なんですけども、2月の15日のね0時きっかりをもって、療養期間終了ということで、まあ晴れてね外出ができるようになるわけなんですけども、今回の動画ではですね、まあ実際にコロナにかかったらねどんな感じで運用されていくのかっていうのをですね皆さんにねシェアしていきたいなと思います。ということで実際ねどんな感じだったっていうのをですね皆さんにね、実体験を交えてね解説していきたいなと思うんですけども、おそらくですね私は多分オミクロン株にかかったと思うんですよね。ここね言われないんですよ、あなたオミクロン株ですとか。ですんで私は一応コロナに感染で陽性は受けましたけども、まあおそらくねオミクロン株だと思うんですよね。で軽症軽症ってオミクロン株ねすごい言われておりますけども、軽症みたいなんですけども、軽症の具合っていうのはですね本当に熱がちょっとしか出ないとかねそういうわけではなくて、私みたいにですね私39度全然超えてて最高 39.5 とかまでいったのかな、あんまり覚えてないですけど、まあ39度そうですねそのぐらいは行ってたと思うんですけども、その39度を超えてなおかつ頭痛もねすごかったんですけども、熱がね非常に高くなっても軽症っていう部類に入るんですよね。ですので巷ではね軽症軽症ということで、まあそんなにね辛くないんじゃないかって思われる方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、本当に辛いです。はい、私も39度ね2、3日ぐらい39度あって、その後激しい頭痛でねさらに1日2日っていう感じだったんですけども、本当に辛かったので、皆さんね本当に感染しないようにですね感染対策ねバッチリねしといていただきたいなっていうふうに思いました。またですね、まあこちらはね人によると思うんですけども、まあ今いろんな保険会社でコロナ保険っていうのが入れますよね。まあ万が一かかった時に一時金いくらみたいな感じでねもらえるものなんですけども、こちらもですね幸い私はね結構ビビリなんで入っておいたんですよね。ちょうど1月の頭ぐらいですかね。まあそれがねちょうど良かったということで、私もね妻も今回感染したわけなんですけども、まあ2人ともねこのコロナ保険でね、まあ、一時金受け取れるっていう風になりますんで、まあ本当にねどうやってかかるかっていうのは全然わかんないんですよね。私ももう外ロケみたいな外での撮影ね1月の頭以降ねしてないので、この結局かかったのが2月の頭なんですけども、まあ、そこら辺とかねロケ一切行ってませんので、本当に生活で必要な自宅スーパーの往復とかね、子供を公園に連れて行くとかね本当にそういうレベルでしか外にね出ておりませんでしたので、まあ、それでもね感染しましたので、本当にね、まあ、どんな感じでかかるかってのは分かりませんので、まあ、この点はね本当に注意していただきたいなと思います。まずね一番気になる私が感染した経緯なんですけども、まあ、これはもうね本当におそらくとしか言いようがないんですよね。どこでかかったっていうのは正直分かりませんので、まあ日々のね行動を見直していると、基本的にスーパーと自宅の往復と、あとまあ公園に行くとかそういったことしかねしておりませんので、まあ、そこでかかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ一番ね濃厚なのは、子供からもらったんじゃないかなっていうのが、まあ、濃厚なんじゃないかなっていうふうに思います。2月のね頭に、子供はね発熱して、でその発熱した後にね抗原検査っていうのをしたんですけども、まあそしたらですね陰性だったんですよね、自宅で抗原検査した時には。で結局まあそれであ良かったねみたいな感じだったんですけども、まあその後病院とかも行ったんですけども、まあ特にね陽性の判定とかも受けなかったんですけども、まあその翌日にですね私の方も熱があれちょっとおかしいなみたいな感じで出て、でそれと一緒に寒気がね非常に強い寒気が来て、ああ熱、まあ子供から熱風邪もらっちゃったのかなみたいな感じで、まあ思っておりまして、翌日ね発熱外来病院の方にね伺ったところ、まあ陽性っていう判定を受けたんですよね。まあ子供のね幼稚園も濃厚接触者だったりコロナの感染者が出たりみたいな感じで、まあ本当に閉園と開園を繰り返してるみたいなそんな状況だったんで、まあおそらくね子供のその一番最初の発熱がもうすでにコロナだったんじゃないかなっていう感じですか
ね。まあちょっと本当にね、緻密にどれが原因かっていうのはね、わかんないんですけども、おそらくそうなんじゃないかなと思いました。で、子供がね、抗原検査結局陰性で、でその後私が行ったら私は陽性でっていう感じで、まあ基本的にね、病院で検査していただくっていうのも抗原検査が基本みたいなんですよね。まあこれちょっとね、病院等々によって変わるかもしれないんですけども、まあ、私のね、通ってた病院では非常に大きい病院だったんですけども、基本抗原検査で、PCR 検査するにはね、実費で 3,4 万円ほどね、かかるっていう風になりますんで、まあ私もね、抗原検査で、まあ陽性判定をね、まあ受けられたっていう感じなんですよね。で、病院ではですね、本当に、抗原検査を、発熱外来なんで、外でね、まあ受けて、で、寒い中1時間ぐらい待たされて、まあその、結果が出て、まあ陽性っていった形になりますけども、まあここからね、まあどうなるかっていう話なんですけども、まず病院で陽性判定を受けますよね。で、病院に行ってますんで、お金を払わなきゃいけないわけなんですけども、病院のね、支払いは後日払い、まあ後払いっていった形になります。基本的に支払い場所って、受付の前とかにあるじゃないですか。ですんで、陽性判定を受けてるって病院の中に入れないんでね、基本的に支払いは後回しということで、 2、3週間以内にですね、診察券持ってまた来てくださいみたいな感じで返されます。で、お薬に関してなんですけども、お薬はですね、まあ、本来処方箋をもらって、で病院に薬局によって、まあ、薬をもらう、まあ、これが一般的な流れだと思うんですけども、まあ陽性判定もらってますんで、薬局にもね、行けませんよね。ですので、病院からですね、薬がもらえます。で、もらう薬なんですけども、こちらも昨日生放送とかでね、質問とかもあったんですけども、コロナ専用のお薬ですかっていうね、話なんですけども、そんなことはないです。これね、カロナールっていう、熱を下げたり、痛みを和らげたりする薬。あと、メジコン。こちら、咳を鎮める薬。あと、トラネキサム酸カプセル 250g、 こちら出血を止める、あと喉の痛みの炎症を抑える薬ということで、この3つがね、処方されます。まあこれを毎日飲んで、まあカロナールとかね、ここら辺は解熱剤なんで、まあ症状がひどかったら飲んでくださいみたいな、全部飲み切る必要は全部飲み切ってくださいみたいな、そういった話はなかったですね。まあこの3種類の薬をもらって、まあ、自宅に帰るっていう感じですね。まあ特にね、コロナ専用の薬っていうわけでもなく、普通の薬をね、まあ服用して様子見るっていった形になります。で、このね、お薬のね、値段もちょっとね、今のところまだ支払い行ってませんので、まだわからないですね。明日ね、外に出られるようになりますんで、明日ね、支払い行ってきます。っていう感じですね。これが病院での対応っていった形になりまして、ここからね、自宅に戻ってからなんですよね。で、自宅に戻ってからですね、療養期間は10日間ということで、10日間の間は基本的に自宅療養ということで、外に出ることができません。で、基本はね、NG なんですよ、外出。基本は NG ということで、これはね、あくまで神奈川県の話なんですけども、ニュースとかでね、見られた方いらっしゃると思うんですけども、ホテル療養に入れず、で、自宅療養の場合ね、食材はどうするのかっていう問題がありますよね。自宅で、外に出ないってことは、食材がね、買いに行くことができないじゃないですか。なんですけども、今まで、まあ、以前はですね、食材の配達みたいなのがあったんですよね。で、それを、やめたんですよ、神奈川県は。で、やめて、で、現時点ではですね、感染者の方がね、かなり多くなっておりますんで、やめたんですよ。で、やめてですね、現時点では、基本的にはネットスーパーをね、利用してくださいっていう話なんですけども、これ、ネットスーパー利用できない人もいらっしゃるじゃないですか。まあ、クレジットカードを持っていないとか、やり方がわからないとかね、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、そういうね、話もありますので、食材の配達をやめたと同時に、日常品の買い物はね、OK っていった形になってるんですよね。ですので、まあ、我が家はですね、親族が近くにいたりですね、ネットスーパーも利用できますので、まあ大丈夫だったんですけども、こういうのがね、全く手段がない方はですね、ご自身で買い物ね、一応 OK っていう風になってるんですよね。これはね、びっくりしました。自分がね、陽性になってるにもかかわらず、この、
買い出しね、あの日々 の、 あの不要不急の外出はね、まあ、認められているっていう風になりますんで、まあ結構ねびっくりしたわけなんですけども、まあ、だからね感染してる方もあのスーパーにね出入りしているっていう可能性もね、まあ、ゼロではないんですよね。またねあの病院のそばね、あの治療じゃない検査してね、検査結果出るまでですね、あの病院の周りっていうのはにいるしかないじゃないですか。で車とかね持ってる人はまあ車で待って検査結果受けるとかねできるんですけども、本当に持ってない人はですね、あの病院の周りをうろうろして1時間過ごすんですよね、検査結果待つの。ですんで、まあ、スーパーに限らずですね、病院もですね、まあ、できるだけね近づかない方がいいですね。まあ、スーパーはですねちょっとあの食材の買い出し等々はね行くしかないと思うんですけども、まあ、こういう実態があるということで、まあ、本当にねあの感染して初めて知ったわけですけども、ちょっとね食材の配給はですね、ちょっとねあのどうしようもできない人にはね、まあ多分少なからずはやってると思うんですけども、まあ、感染してねあのスーパーに買い出しに行かなきゃいけないっていう状況はねどうにかねあのしてほしいなっていう感じですかね。これは本当にねびっくりいたしましたね。それでは次にですね、コロナの症状に関してなんですけども、私がですね結局発熱外来に行って、その日の夕方ぐらいからですね高熱が出るようになって、だいたい39度ぐらいがですねずっと1日目から3日目までずっと出ている状態でしたね。これね本当にきつかったですね。本当にきつかった。あの私はね幸い3日間ぐらいで熱下がって、まあ、その後頭痛になって、まあ、その後引いてったっていう流れなんですけど、本当にね3日間で済んでよかったですね。あれがね長期もっと5日とか1週間とかね39度ずっと超えてたら本当に死を覚悟してたんじゃないかなっていうぐらいね、高熱ってきついですね。熱が上がると食欲もなくなりますし、かといってなんか水分も取るのもなんかあんまり取りたくないし、でも取らなきゃいけないしみたいな感じで、本当にねきつかったですね。あのまま高熱がね続いてたらと思うと結構ゾッとします。で熱は 2,3 日後から下がって、その後37、8度ぐらいね熱は落ち着いたんですけども、そこからですね強烈な頭痛がね1日2日ね悩まされましたね。ですね全部で 4,5 日ぐらいはねあの結構ぶっ倒れてた感じですね。いや本当にね頭痛もかなりきつくて、あの頭痛がひどすぎて寝れないみたいなね、まあ、そういった感じにもなりました。で私がね動画投稿した2日目の深夜だと思うんですけども、あのタイミングはですねもう熱がすごい上がってて、でもあの薬を飲むとねその後30分後から1時間ぐらいで一旦熱が下がるんですよね。でそのタイミングでもう次動画投稿しようって決めてて、まあ、あの動画を撮ったわけなんですけども、いや本当にねあれもね39度、多分まあ少しあの解熱剤で下がってたと思うんですけど、本当にここしかないみたいなタイミングでねあの動画更新がねできなくなるということで、これをね伝えなきゃということで、動画撮ったんですけども、今考えるとあのそこら辺が本当にめちゃくちゃきつかったですね。それでは次にですね保健所からの連絡についてなんですけども、まず、感染するとですね、こういった感じでね紙をいただくんですよね。こういった感じので、ここに QR コードね2つついてると思うんですけども、こちらをね読んでいただくと、療養ための質問票と、あと毎日の健康観察ということで、ちょっとねあの実際の画像これに出しておきますけども、毎朝ですね、起きたらですね体温と、パルオスオキシメーターで酸素飽和度ね測っていただいて、こちらを報告します。でこのパルスオキシメーターっていうのは私はね2月の7日に到着したんで、まあだいたい 2,3 日後ぐらいにはね到着しましたね。これはね持ってないとあの政府からねレンタルした、あの政府というかまあ自治体からねあのレンタルさせてもらえるんですけども、まあこれで酸素飽和度と熱を測って毎日ね更新あの返信する LINE で報告するみたいな感じになります。本当にねやり取りはそれぐらいということで、このパルスオキシメーターの数値がね 95% 以下になると、あのこの酸素飽和度がねあの良くない数値ということで、 95% だったかな切ると保健所からね連絡が来ると
という感じになっております。ですので、まあ、基本的にはですね、熱が低くてこの酸素濃度が 96% 以上かであればですね、基本的になんか電話かかってきたりですね、保健所の人とやり取りするみたいなね、そういったことはほとんどないですね。私の方もね、ほとんど連絡も取らずに健康報告ねしてその日過ごすみたいな、そんな感じでしたね。まあでもね、LINE で連絡が来るのと何かあったらね電話できるっていうのはですね、ちゃんと LINE でね全部見れるようになっておりますので、まあなんかご自私みたいにね家族がいて誰か様子見て見れる人がねいる方はねいいんですけども、まあこれね一人だった場合であってもですね、ちゃんとねコロナ199みたいな感じで、もうやばかったらこう電話してくださいみたいな、そういったのもね LINE で来るようになっておりますので、まあある意味ね安心感は結構強かったかなと思うんですけども、まあでもね熱が高いとですね、なかなかね自分のこともねままならないですし、大変な部分もあるんで、まあでもちゃんとね LINE で連絡が来て119番がねいつでも送れるっていうのはですね、まあ安心感はまあ強いんじゃないかなと、まあ個人的にはね思ったっていうところですかね。まあそんな感じですかね。まあ私は最愛ですね、まあかかりましたけども、今ね何ともなくてですね、味覚症状だったり嗅覚症状とかね、また後遺症と思われる症状もね今のところないので、まあ本当にね良かったかなっていう感じになります。で今日のね12時2月15日の0時きっかりをもってですね外出 OK っていう風になりますんで、まあこういった感じでね私今回ねコロナに感染しましたけども、本当にねまさか自分がっていうね、本当にそんな感じなんですよね。なんか通勤してるとかね、人混みによく行く、まあお仕事と等々でね、まあそういう状況行かれる方多いかと思うんですけども、私そういった生活では全然ないので、本当にね感染する理由はないなと思ったんで、まあ感染はしないだろうなって生活してたんですけども、まさかね自分が感染するっていうね、かなりびっくりでしたね。まあひとまずねどこでね感染するかねもう本当に分かりませんので、感染対策ね皆さんしっかりしていただいて、本当にねかからないようにね、まあ私は基礎疾患とかねそういうものはなかったので、まあ幸いね何にもなく今過ごしてれるわけなんですけども、本当にもともとね喘息持ちの方であったりですね、基礎疾患ね、まあ、特に肺呼吸器系のね疾患を持ってる方は大惨事になりかねないんでね、本当にかからないようにね、気をつけていただきたいなと思いました。まあちょっとね思った以上に私辛かったんで、今回ねこの動画作らせていただいたんですよね。まあ本当にね皆さん感染対策バッチリしていただいて、かからないようにね過ごしていただければなと思います。またね応援コメントだったり励ましコメントね、お心配ね、本当にいただきました。本当にね、いろんな方にコメントいただいて励みになりましたので、本当にね、ありがとうございました。ということで、今日、2月15日のね、0時より外出れるようになりますんで、まあ、ひとまずね、外に出たいっていう、欲はね、そこまででもないんですけど、ひとまずね、運動が全然できないので、まあ、ちょっとお散歩程度でね、外に歩きたいっていうのはちょっとあるぐらいですかね。はい、ひとまずですね、こんな感じで私ね、元気になりましたので、本当にね、ありがとうございました。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。